法流寺地域の仏教建造物は奈良県伊郡イ郡ルガ町にある法流寺及び法基寺の建造物から構成されるユネスコの世界遺産である。姫路城と共に日本初の世界遺産として登録された。この遺産には法流寺の建造物47棟と法基寺の三重棟を加えた48棟が含まれる。法流寺をはじめとするこの地域の仏教建築物は 聖徳大使と縁が深く、中国の陸朝時代の建築の影響を多大に受けている。特に、法隆寺のサイン院ランは、建築年代に諸説あるが世界最古の木造建築として、国際的にも著名である。法規寺法隆寺をはじめとする一連の寺院は、明治時代初期の廃物希釈により、打撃を受けたが、後にこの政策は翻され、法隆寺近道、 五重塔をはじめとする建造物は1897年の古社寺保存法制定により国指定の文化財として保護されることになった。これらの建造物は第二次世界大戦後は1950年に制定された文化財保護法により国宝及び重要文化財に指定されている。時は下って世界遺産への登録は1993年になされた。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。具体的にはありがとうございます。